放送席、本日のヒーローは見事勝ち越しホームランを放った小田裕也選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。さあ、この勝ち越しホームラン、なんとプロ初のホームランとなりました。今のお気持ちをお願いします。そうですね、ホームランバッターじゃないんであまり実感がないです。はい、ただベンチに戻った時は笑みが溢れているかのように見えましたが、いかがですか？はい、同点の場面での、勝ち越しのホームランだったので、そこは嬉しかったです。さあ、そしてここ地元九州でプロ初のホームランを打つことができました。そこへの思いはありますか？そうですね、やっぱり九州人だなっていうふうに感じました。さあ、その九州人の、小田選手なんですが、今日はホームラン、そして昨日は猛打賞と連日の大活躍を見せてくれています。現在のご自身の状態はいかがでしょうか？そうですね、とにかく必死にやっているので、チームが勝つために自分ができることを、しっかりやっていった結果が今のいい状態になっていると思います。さあ、これでチームの連敗がストップしました。明日もここで試合があります。明日への意気込みをお願いします。はい、明日も勝ちにこだわって、貢献できるように活躍したいと思いますので、応援よろしくお願いします。本日のヒーローは見事プロ初ホームランを放った小田裕也選手でした。ドラフト8位のルーキー小田裕也、見事なプロ初ホームランが決勝点になったということでのヒーローです。まあ、試合中も申し上げましたが、昨日がプロ入り初の猛打賞、今日がプロ入り初のホームラン、まあ、九州熊本九州学院の出身であるこの小田にとってはなんか本当に印象に残る昨日と今日のゲームだと思いますけどね、斉藤さんね。そうですね、知人の方もね、応援に駆けつけてるかもしれないですけどね、喜んでらっしゃるでしょうね。